なんかいいよね、なんか買ってる男いうの。買ってる？はいはい。そうやね、ついてるよね。だから今言う、まだまだまだ。だから、まあ全然身が入ってないですよね、この放送に。見てるでしょ、今、ここらを。はいはいはい。そうそうそう。で、うん、まあ7万ぐらいって言うたら、全然知れてますよ。え、あの、僕、全くその素人でね、うん、あの経理わからない人間やけど、どれぐらいとか、みんな周りの方とか、その、お金動かすわけ？いや、それはもう人それぞれですよ。でもやっぱり僕は庶民の打ち方ですよ。やっぱり1日1万円か2万円をどこまで増やすかっていう、今日だから朝に1万円入れたのを今7万円まで増やしてるっていう状況ですわ。すごいな、うん、でまた今日の7、まあ、このままもし終わったら、要は7、まあ、1万円はとりあえず抜いてあるんですわ。要はまた明日は元々の元々の元々の元金やね。元金はだから今6万円を転がしていってる状態で、そう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 、でいつもちゃんと抜いていくんですよ、そのお金。いや、それ賢いですよ。僕ら仕事分からへんから、うん、調子乗って一旦全額バーンいって結局、うん、ね、ゼロになったとか。まあ、でもありますよ。今日だから小倉の最後の方で一発、今買ってるお金を全部2着までをきっちり当てるってやつのストレート1点買いしたろうと思って、それで必死になって、だからさっきも7万円で14万円倍にせなあかんやんって言ってたでしょ。だから多分あれ3倍ぐらいつくと思うんですよ。だからもう5万円入れたら15万になるんで、これもでもほんで間違いなく勝つんですよ。もういろんな情報入ってて、もう確実に勝つんですよ、この。また後で言いますわ。うん、後で言いますけど。あ、それで言ってね、ちょっと話あれやけど、うん、あの11時ぐらいレースしてんの。そう、夜中のね、23時16分までずっとやってるんですよ。いや、そんなんてお客さん帰られへんかった。いや、お客さん入れてないんですよ。ミッドナイト競輪って言うて、あのインターネットだけでしか買われへんんですよ、これは。あ、いわゆる無観客試合で、無観客でしてて、これネットで。そう、ネットでしか買われへんんですよ。そこの車検売り場 も全部閉まってるし。ほんでこれ7人しか走ってないんですわ。え、ほなね、そんなんいないですか、夜型の選手とか。いや、人間いてるじゃないですか。朝弱いんやけど夜型元気ない人とか、ね、実際いてます、いてるよね。それだからちゃんと、夜が強いとか、あの弱いとかっていうのは、だから要はこのミッドナイト競輪での勝ち数とかはちゃんと予想の中に乗ってきます。そうね、西山君のデータの中にも入っていくと。いや、あんま入ってない、ね、入ってない。僕はもう展開だけしか考えてないんで。面白いね。でも人間の話聞いてて、すごい人間臭い。人間が走ってんねんもんな。そうそうそう、あのだから今さっきもずっと言ってたじゃないですか、こいつせこいからとか、こいつ言うこと聞かへんからとか、こいつお利口やからって。やっぱお利口でその誰かがいいと思ってこのレースを組んでるってなったら、それにやっぱり素直なやつと素直じゃないやつではやっぱりタイプが変わってくるよ。まあ使う方からして使いにくい、にくいやつと、そうだ、やっぱり番組屋さんも どういう意図で番組組むかって言ったら、やっぱりお客さんに取りやすくしてあげてるわけですよ、要は。あのね、はいはい、この小倉でもやっぱり、はい、これね、分かれるんですわ、こうやってチームが、ほんならこれはね、5番、1番、7番、8番っていうのは、これはね、北日本から東日本、これ4人が結束したんですよ、はい、でこれ9番と3番は岡山と徳島なんですわ、これ中国、四国なんですよ、はいはい、でそんで、これとこれはもう徹底的に逃げる子なんですわ、はい、北日本とこれは、ほんならもう徹底的に逃げてやりようたら、最後足なくなるじゃないですか、疲れてきますわね。そう、この時に2番、4番、6番、これが熊本、うん、大分、うん、で、福岡、この3人なんですよ、ね、ほんならこの2人若いやつらにやり合わせて、これ小倉でしょ、だから九州の選手が取りやすいようにしてるわけです。ところがこの9番あたりが、うん、5番あたりがほんまはこの9番組屋さんはお前らじゃあ前で逃げる争いせよ、どっちが先行するかって争いせよやけど、9番3番がこうガーッと逃げていった時に5番あたりがスッと引いて3番手ぐらいに入っちゃって、ほんなら2番4番6番後方になっちゃうでしょ。そうなったら5番1番がこの2番4番に合わせて出ていって、この地元ラインをやっつけちゃったら、明日からまた干されるという、もっと強いやつとかに当てられちゃうっていう、そういう、まあ、そこに空気読めない人は、もう一度分かってやってるわけよ。俺はちょっと荒らしたろみたいな。そうすごい表現ぐちゃぐちゃしちゃうとか。そう、それはありますあります。だからこのレースは多分みんこれね、ほら丸ついてるの、この九州のとこに20丸ついてるでしょ。ほんでこれとかこれに、ね、
ついてるじゃないですか、うん、というのはこれの後ろについてるこれが弱いんですわ、うん、なんでこれが仕掛けてもこれがついてけへんのちゃうかっていうみんなの読みやからここが印ついたんですわ。ところが僕は今言うたみたいにこの5番選手は空気読まへん子なんです、うん、空気読めない、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 しかも後ろに3人も連れてたらこんなんとやりようって4人とも自滅するわけにいかないですから、これを逃がしてこれが真ん中入ったらこれが飛んじゃうんじゃないかなっていうのを僕買おうとしてるんですよ。面白いね、そう、なんかすごい物語でしょ、物語が。だから競輪場行って僕がこれをいちいち説明するからみんなで行きませんか。今の聞いただけでもそういうなんか頭入ってやるのとやるでしょ、あったもんでね、これとかっこええとかね、ちゃうもんね、ストーリーあったでしょ。これを僕今向こう町とかあのその他の競輪場でみんな直し初心者の方に教える仕事をしてるんですわ、うん、すごいね、心理学みたいな、すごいすごい、そうそう心理学、うん、だから絶対、うん、姉さんとか、うん、あのこう人のそういうの見ていくあれあるじゃないですか、絶対に面白くなると思う、ね、そんな2人組んだら無敵じゃないですか、無敵やな、一回来る心理学の、ね、やばい、ね、解説者すごいのいてるって俺じゃないと思うから、ま、ちょっと姉さんちょっと紙巻いておきましょうか、契約書をうちの会社ですごいすごい、またその辺プロデュースします、またほんなら一緒に行けたら行きましょう、行きましょう、はい。